なんかアクセンコのサイトね、まあ、久志様が岐阜県で開催されている全国高等学校総合文化祭に出席しましたね。あ、昨日ですね。昨日と今日ですね。今日はまた違うとこ行きますけども、はい、開会式に出席ということでフジテレビがね、まあ、速報で報じてましたけども、うん、なんかまあ久志様の表情がなんかこわばって感じがしましたけどね。あ、確かに久志様、まあ、ちょっと緊張してたのか、まあ、いつも無表情といえば無表情なんでね、いつも通りっちゃいつも通りなんですけど。そうですね、うん、まあ、このフジテレビだからね、まあ、ズブズだから、まあ、顔見知りで撮影とかもね、まあ、分かったんでしょうけども、はい、まあ、久志様と、まあ、アクセン様だけね、まあ、このカメラ目線って感じで、うん、まあ、紀子様に関してはまあ下向いてる感じでしたね。紀子様は服の柄も目立ったのを着てたんで、なんか下向いてるのもまあ確かに気になりましたね。そう、なんか紀子様はね、なんかそのタイル柄の洋服って感じで、なんかこのトイレのタイルに使われてるような感じの、まあ、柄って感じで、はいはい、まあ、岐阜県に関しては実はこのタイルミュージアムがあるようですね。あー、なんかね、 SNS 映えするような変わった外観のミュージアムですよね。そうですね、うん、なんかまあ多治見市モザイクタイルミュージアムってところで、はい、まあ、最盛期には100以上の、ね、タイル工場があったようですけども、まあ、この生産量とシェアではね、まあ、この日本一ってことですね。はいはい、まあ、そういう柄とかも意識したってことですかね、あの服装は。まあ、それも意識してタイル柄の洋服にしたのか分からないですけども、うん、まあ、これに関してはまあ よりそういうところから、ね、違う感じもしましたけども、はいはい、まあ、どうかなって感じですねまあもう少し普通の柄の服でも良かったんじゃないかなと思いましたね。そうですね、うん、まあ、なかなかね、久志様に関してはあまりまあ笑顔とか見れなかったし、はい、前からずね、眉毛に関しても髪の毛付近まで隠れていて、髪の毛に関してもね、いつもの感じで、うん、で、まあ、この耳に関してもね、やっぱ耳元まで髪の毛が隠れたりとかしていて、はいはい、一応そのまあ見えることは見えましたけども、うん、まあ、補聴器は、ね、ないんかなって感じですね。あ、補聴器はついてなかったですね。そうですね。でもなんかもう少しこうね、爽やかなヘアスタイルとかにしたらもっと好印象もちょっと持たれるかもしれないんですけどね。まあ、髪型も暑苦しいしね、なんかその格好にしてもなんかまあジャケット姿で、うん、まあ、長袖だからね、はいはい、まあ、そのどう考えてもめちゃめちゃ暑いしね。確かに他の人なんか結構まあ半袖の人も多い時期で、うん、クールビズとかでね、普通まあこの時期の高校生とか男の子はね、大体まあ買ったシャツとかでね、半袖ですけどね。うん、だからもう少し季節に合った服装にねしてもよかったと思うんですけど、なんかね、暑そうですよね。そういえばなんか久志様の半袖姿なんかあんまり見たことがね、なんかない気がしますけども。あ、確かに。どうなんですかね。うん、おー、まあ、別に腕見せたらあかんとかそんなはさすがにないでしょうけど。そうですね。うん、でももうちょい涼しいね格好の方が季節には合ってましたね。そうですね、うん、で、まあ、一応まあパレードもね出席って感じで、やってましたけども、はい、まあ、この久志様に関してはね、やっぱりまあその受験生だし、まあ、出席するのはね、まあ、どうかって感じですね。まあね、だからこんなところに出席しなくてもまあいいのになと思いますけど、公務も大事なんですかね、まあ、公務2回目ってことですけど、まあ、地方公務が2回目って感じで、うん、まあ、前回は鹿児島でしたね。はいはい、一応これで、まあ、久志様とアクセンコさんが、ね、行ってから、まあ、岐阜県の知事が出迎えて挨拶をしたって感じで、うん、久志さんもどこまでまあ受験生ってことを自覚してるのかどうか分からないですけどねまあ勉強ね大変やのに、ほんまやったらなんかちょっと心配ですけどね、こんなとこ出てたら。そうですね、うん、まあ、この高校総合文化祭に関しては文化部のインターハイと呼ばれていて、まあ、高校3年生の久志様は、まあ、中学校の頃からね出席ってことであったんで、うん、どうかなってことで、まあ、調べてみると、まあ、2020年の時ね、一応その参加というか、まあ、中学校2年生ですけども、まあ、コロナだったんで、なんかあのウェブでね参加したみたいですね。ウェブで？そうですね。まあ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 、あの時期まあ特別やったからそういうのもあったんでしょうけど、実際に参加してないやったらちょっとなんか変な感じですね。まあなんかまあビデオを見て参加ってことなんで、まあ参加と言うんかねどうかわかんないですけども。ほんまですよね。うん、あんま実感わかないかもしれないですけどね、その参加してる。だからどういう形なんかね、まあ、収録したやつを送ってそれを見たってことでしょうけどね。あ、そういうこと。うん、まあ、一応まあその2020高知総文って感じでやってましたけど、うん、まあ、ウェブだったんで高知でねやってることもどうかなってもありますけども確かに確かに、場所の意味がちょっと少し薄れてまいりますよね、そんな。まあそうですね、うん、まあ今回郡上踊りが何だとかね、まあありましたから、まあ、高知のそういうねなんか特色なそういうなんかを出してるんでしょうけど。そうですね、でもまあウェブやったらどこでもいいっていいですもん。まああのね、郡上踊りに関してもね、なんかちょっとまあタイミングとかも合ってない感じがしたし、はい、紀子様が一番ね合ってない感じがしましたけども、久志様に関してもね、まあ、合ってる感じがしなかったですね。なんかリズム感っていうかね、なんか確かにずれてましたね。そうですね、まあ、高校1年生の時に関してはね東京で開催で、まあ、昨年はね、まあ、鹿児島で地方公務って感じだね、はい、で、まあ、今年も岐阜の
高校総合文化祭に出席ってことで、ね、まあ、1泊2日でね、本来まあ受験勉強しなければいけない夏休みってことで、ね、言われてますけども、はいはい、まあ、どうなのかってかですね。まあ一応3年連続参加してるっていうのもあって、まあ、参加するものとして行ったのかわかんないですけど、まあね、もう少し受験勉強もあるんでね、考慮してあげてもよかったのにね。そうですね、うん、ちなみに朝日新聞によると、まあ、安徳さんはね、これまで悠仁さまを同世代の中高生が参加する行事に態度ってこと で、はい、で、まあ、宮内庁によるとね、まあ、この悠仁さま自身も同世代と交流する機会を大切にしてるということで述べてるようですね。まあ同世代との交流も大事なんですけど、まあ今受験生の真っ只中なんでね、その時間も大切にした方がいいと思いますけどね。まあそうですね、うん、まあそもそもこの同世代といってもね、まあ、筑波大附属高校の学校にまあ行ってる設定ですけども、うん、なかなかまあその同級生が親しみのことについて、まあ、全然まあ語ってる感じがないですからね。あ、まあ、具体的な話がほとんど、ね、ないのが不思議ですもんね。そうで、まあ、逆にこの久志様がね、同級生のことについて、まあ、触れてる感じもないしね。あ、ほんまや。うん、でもその辺で、まあ、一応まあ報じられてるのはね、なんか警備員と関係とかそういう形でまあそういうところがまあなんかリアルさがね伝わってきましたけども、はいはい、まあ、あまり高校生って感じはしませんからね。うん、もっと普通の高校生らしい話題があっても本当良さそうなのにね。そうですね。まあなかなかまあ久志様の話題に関しては、まあ、全部なんか第三者からの情報って感じで、うん、まあ、同級生からのリアルな情報がね、なんか出てこないというか、はい、まあ、具体的な話がなくて、まあ、一応まあ修学旅行に関してもね、なんか旅館とかでお借りしたよって感じで、そういった情報に関してもね、まあ、これはまあその同級生からなんかおかみさんに伝わって、おかみさんから文章って感じなんで、はいはいはい、まあ、これもなんかよくわからない伝わり方でしてね。まあね、なんか曖昧というか本当の情報なのかもちょっと微妙ですけどね。まあ、おかみさんがなんかその同級生に聞いてらしいよって話が、まあ、記事に載るって感じなんでね、まあ、微妙な感じだしね。らしいよってね。そうね、うん、でまあこの開会式の会場に関しては、まあ、これ長良川の国際会議場で、最寄りの駅に関しては、まあ、JR 岐阜駅か、まあ、名鉄の岐阜駅ってことで、だまあそのアンクシャンゴサイとかね、久志様に関してもおそらくまあ東京から向かったんで新幹線でしょうね、多分。まあそうでしょうね、うん、なんだけども誰もなんかそれ撮影してる感じがねないしね。おなんか騒がれてない。まあ、X とか見たらね、普通なんか動画とかね、写真とか出回りますけども、はいはいはい、そういうの探しましたけどなかったしね、どうなのかなって感じですね。もっと注目されても良さそうなのにね、新幹線降りた時とかね、みんな。そうですね、やばい、もどう考えてもまあ車はないやろうしね、多分まあ電車で行ってからね、そこからも途中で車とか乗り換えるんでしょうけども、はいはいはい、まあ、そういうのがないしね。うん、まあ、こそっと行ってるというか、一応この日に行くってことはまあ分かってはいましたもんね。いや、こそっと行っても気づきますからね。まあそれは警備員なんだとか周りもいますもんね、お付きの人も。そうですね、それでまあその駅まではね、なんとか着いたとしても、駅降りてからすごい、まあ、パトカーとかね、なんかそういった白バイとか多いでしょうから、はいはい、それとかでまあ普通はね、なんかあんのかなって感じで注目しますからね。うん、確かに。でもなんかそういうポストもないから、まあ、逆になんか不思議なんですけどね。まあ一目見ようとたくさんの人がね待ってたりしてもおかしくはないんですけど、もう全くってことですかね。まあ、別にこのアクションコンサートとか久しぶりに目当てじゃなくてもね、なんか普通は気になって、うん、誰が来るにしても、まあ、注目してね投稿したりとかしますけども、まとか止まってんなとかいろいろありますもんね。そうね、そういうのがないしね。うん、まあ、天皇御家とかだったらね、何時到着するか分からなくてもね、はい、結構待ったりとかするし、愛子様に関してもね、伊勢神宮参拝かなんかの時も、うん、結構まあ駅前とかに待っててね、はいはいはい、なんか乗り換えるところでもね結構いましたからね。ああ、いましたね。そういう写真もあったしね。そう考えると、なんかアクションお子様に関しては、まあ、いくらなんでもなんか人気がなさすぎるというかね。なんか大抵ね、愛子様とか雅子様とか、なんか名前をね大きな声で呼んでる人とかもいたりしますもんね、何人かね。そうですね、今人気がないにしてもね、なんかなさすぎるというかね。うん、12年前でしたっけ、岐阜県になんか秋篠宮がご夫妻が来るのとかも、はいはい、だからなんかね、彦様とかね、秋篠宮様とか、まあそういうなんか声があってもいいのに。そうですね、全くないっていうのはね不思議ですよね。まあ、だからその辺がまあ誰も撮影しないところが、まあ、逆にまあ気持ち悪いというかね、うん、まあ、よく分からなかったですね。まあ、秋篠宮家としてもちょっと誰もいないの寂しいんちゃいます、さすがに。まあそうですね、だから結構まあ秋篠というかね、秋篠宮家まあ褒めてる人がいますけども、うん、まあ、その人らもなんか待ってる感じもね、あ、ないし、ほんまですね。逆になんか誰もいないところが、
まあ逆に怖いというかね、なんか何なんかなって感じがね。暑くてみんな秋の宮家どころではなかったんですかね。待てられへんわみたいな。ああ、どうなんでしょうね。いや、普通気になりますけどね。いや、もうそれはね。まあそれにしてもなかなかね、まあ、この開会式でも群青踊りとか踊って、うん、客席のね、ご夫妻と悠仁さまも楽しそうに手振りとか真似て、はいはい、ああ、されてたことですけども。うん、やっぱまあ久しさまだけちょっとまあ手の動きがね、まあおかしかったというか、まあ紀子様もおかしかったしね。紀子様もおかしかったし、紀子様なんかもう終わった後、ちょっとよくわからんな、難しいなみたいな、ちょっと首もちょっとかしげてましたしね。まあなんか踊りを見てるっていうよりもね、なんか、アンクシさんを見ながらやってましたからね。確かに確かに。でもその時点ではなんか合ってないしね。うん、ですよね。まあ、見るとこ間違ってるしね。せっかく見に行ってるのに。うん。まあリズム感なさそうやし、うん、スポーツに関してもリズム感が、大事みたいですからね。はいはいはい。まあそもそもなんか郡上踊りにも興味もないんでしょうしね。まあそうですね。まあこの辺がね、あ、どうなのかなって感じですね。まあ運動神経ないっていうのはまあ久さんもまあ分かりきってはいるんでね、まあ、こんなもんかって感じですけどね。まあそうですね、うん、まあこれもね、まあリズムに関してもね、まあいろいろとまあどうなのかってことでチャット GPT にね、まあ、聞いてみましたけども、はい、やっぱまあその運動に関しても運動神経とリズム感っていうのはなんか比例してみたいですね。ああ、そうですか。うん、なんかね、いろいろとまあそういう形で。まあ同じ高校生ばっかりがね、あそこの会場行って、さっさもなんかね、自分はなんか真ん中の特別席みたいな場所に悠々と座って見てるって、なんかまあどんな気持ちなんでしょうね。まあそうですね。面白いんだと思ってんのか楽しんでないのかよくわかんないですね。まあそうですね。うん、まあさっさもに関してはね、まあ実行委員の人とはね、なんか会話、歓談したって方で、報じられてましたけども、ほいほいほい、まあ、これに関してはなんか事前の準備とか、必要だと思うんですけども、うん、まあ、放課後とかみたいな感じで、まあ、質問してましたけども、はいはいはい、まあ、これもね、なんかよくわからない質問というか、まあ、質問がなんか途中で終わってるしね、なんか放課後とかって感じで終わっててね。確かに確かに。あれ違和感ありましたね。まあ、それもおかしいし、まあ、事前の準備とか必要だと思うんですけどもって感じで、うん、で、その後になんかその久様から、まあ、本当にまあゼロから台本を作ったんですかって感じで、実行委員の、ね、人が言ってたからで、ゼロから作ったんですかっていう質問もね、なんかめちゃめちゃ失礼というかね。はいはいはい。うん、いや、それはそうやろって感じだね。途中まで誰かが作ってくれたんかみたいなね。うん。でもこれ考えたら、なんか普通に考えるとね、まあ、久志様とかは逆にまあ、作家部に関しては、まあ、職員がやってくれたのかなとかね、まあ、論文とかに関しても、まあ、専門家がやってくれたのかなとかね、まあ、そういう形になっちゃうんで。いつも自分は途中からやってるけどみたいな。うん、まあ、それがまあ疑われてるところなんでね、まあ、逆にそういう形で、まあ、本当にゼロからあったのって感じで聞くと、うん、まあ、自分が逆にね疑われるというかね。ほんまにそうね、自分で自分の首絞めてる感じですね、なんか。で、結構この辺もね、なんか質問とかも当然まあその実行委員の人と話がありますよってことは事前にね分かったはずですからね。そりゃそうっすよね、急遽じゃないでしょうね。そう、なんかまあ分かっててこの質問するってことなんで、だから結構いろいろともやばいですよね。やばいですよね。だから久志様が考えたのか、まあ、この質問に関してもアクションお子さんが考えたのか、はいはいはい、あ、まあ、どっちにしてもやばいですけどね。なんかね、まあ一応しっかり音声聞き取れはしなかったけど、まあ喋れるのは喋れるんでしょうけど、ああまあね、うん、変な質問となんかとかで終わって、なんか変なタイミングで終わってるしね、なんか、うん、なんか長く喋れないのか、うん、まあ、あの辺もね、だからまあもしかしたらそういう形で聞いて、ちょっとパクりましたとか、そういう形の返答を待ってたのかな。いい。あ、まあ、俺もパクってるから、まあ一緒か、みたいな。うん、まあなんかね、まあその辺が、前回もなんか鹿児島でね、太鼓を叩いてるのを見てから、なんか合わせる練習っていうのはたくさんされたんですかって感じで聞いてたしね。おお。うん。それたくさんするやろって感じでね。はいはい、はい。もう当たり前のこと聞くなよって感じだしね。まあね。まあ逆になんか、たくさん練習した感じがしなかったんかって感じでね。まあ取られちゃうからね。普通は。下手やったよ、みたいな。うん。そういう風に感じなかったけどみたいな感じだね。確かにね、ちょっと失礼な質問というか、逆になんか失礼やからね。あの辺のまあ質問アドリブというか、久様が自分で考えてるってことなのかどうなんでしょうね、あれは。まあ自分で考えててもねまずいし、アクションさんに聞いてそれを見てたにしてもね、まあ、まずいし、はいはい、いろんな意味でね結構まあなんかやばい質問というかね。ねえ、秋宮ご夫妻自体がまあそんなに頭はもう良くないし、まあ、もし紀子様にアドバイスもらってたとしたら余計やばいんでしょうしね。まあそうですね。やめた方が良さそうですけどね。まあなかなかね、これに関しても、あとなんかピアノに関してもね、なんか鍵盤の感覚がなんか染みついていて、大体まあここはこんな音があるという感じがみたいな感じでね、うん、なんかそれもまあ中途半端な感じで聞いてましたけども、はいはい、まあ、これもなんかツッコミどころ満載というかね、うん、なんかまあこの
普通はまあピアノ弾く人に関しては大体まあ楽譜見てますからね、はい、なんか鍵盤見てませんからね普通はあんまり。あ、確かにね、慣れてる人なんかも特に見てないでしょうね。そうですね、だからその辺の質問に関してもよくわかんないしね。ちょっと質問がずれてるっていう感じですね。まあそうですね、まあ佳子さまとかもまあそうですから、まあ秋篠宮家らしいっちゃらしいかもしれないですけどまあ佳子さまに関してはなんか語彙力がねないって言われてますけども、はい、まあ悠仁さまに関してもとても語彙力ないんでしょうけども、うん、まあ、その語彙力がないだけじゃなくて佳子さまに関しては一応まあその王という感じがすごいしますだったら、まあなんか喜んでるのかなっていうのがね伝わってきますからねまあまあ一応ねただまあこの悠仁さまに関してはその語彙力がないだけじゃなくて、うん、あえてまあ怒らすような質問ですからね。ああ、挑発してるようなね。うん、それで勉強やったのみたいな感じでね確かに、まあそっちの方が、まあ、佳子さまよりもやばいかなっていうのがね、まあ来たんで、うん、まあ、これはまあどこの大学に行くか分かんないけどね、まあ、今後まあもっとまあ炎上しそうですけども、どうなっていくかね、よかったらまあコメントもらえると嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとチャンネル登録の方もお願いします。よろしくお願いします。